ラガーディア空港はアメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨークのクイーンズ区にある国際空港。近隣にあるニューヨーク、JFK、ニューアークとともにニューヨーク都市圏の空港の一つである。その管理、運営、警備はすべて同地域の地域開発公団であるニューヨークニュージャージー公安公社が行っている。その位置関係はニューヨーク地域の空港一覧を参照。 マンハッタンの北東、クイーンズ区に位置し、主にアメリカ国内線とカナダの各都市を結ぶ国際線が中心の空港である。税関や検疫の施設は存在していない。騒音問題と環境保護の点から一部の例外を除き、ボーイング787型機やボーイング777型機、エアバス A350 型機などのワイドボディ機や飛行距離、 約 2400km 以上の路線の発着は行わない。なお、ナローボディ機のボーイング757型機は、同空港に発着できる機材として、特にアメリカの大手航空会社からの要求を受けて、セミワイドボディのボーイング767型機と共に、計画、製造された。一応国際空港ではあるが、入国審査と税関検査は、一切行われていない。 そのため、現時点でこの空港を利用できる国際線はアメリカ国外での出発空港にて、事前入国審査が行われている15空港のみに限られる。現実的に飛来するのはカナダの複数の路線とバハマのナスソー、アルバのオラニエスタット程度である。一時は帝国発着率が約30%。 全米レベルでワースト10に入るほどの遅延が発生していたが、その後、各航空会社による運航スケジュールの見直しにより、大幅に改善された。ただ、滑走路が2本といえ、互いの滑走路が交差している構造により、一度、遅延が発生すると終日影響を受けることが多い。現在ターミナルビルの老朽化に伴う改修、新築工事が行われている。 2020年4月28日から当面、新型コロナウイルス、ナインティーン対策として、各ターミナル入管は、空港施設職員、航空会社職員、及び搭乗者のみに限定され、また、マスク着用が義務付けられている。第二次世界大戦前の1939年に、ニューヨーク市立空港として開港した。開港当時は、 飛行艇専用の旅客ターミナルが設けられていたほか、アメリカ大陸横断路線などの長距離線も就航していた。当初、ノースビーチ空港と呼ばれ、その後、アメリカ航空会のパイオニアの一人である飛行家、航空機開発者のグレン・カーチスにちなむ、グレン・エイチ・カーチス空港の名称が与えられたが、1953年に至って、 1934年から1945年までニューヨーク市長を3期務めたフィオレロ・ラガーディアに由来する現在の名称に変更された。ラガーディア空港には4つのターミナルビルが設置されている。ターミナル C と D は館内連絡通路でつながっているが、それ以外のターミナル移動は空港内連絡バス利用になる。各ターミナルビルは 深夜12時から翌朝4時まで閉館となる。2020年11月より暫定的にルート変更。ADCBA の一方循環運行のみ。いずれも乗車無料で24時間運行。早朝深夜以外は約10分おきの発車。どちらも24時間運行で早朝深夜以外は約10分間隔。乗車の際は バス停にある機械で先に料金を支払って、支払い確認票を受け取り、バスの開いたすべての扉から乗車できる空港から、マンハッタンのグランドセントラル駅とポートをソリテいます。ターミナルへ直行する。しかし、午前11時から午後7時までの間の1時間ごとの運行で、さほど便利とは言えない。片道16ドル、往復30ドル。空港から地下鉄メッツ、ウィレッツ、 ポイント駅及びロングアイランド鉄道をメッツ、ウィレッツ、ポイント駅を結ぶ新交通システムウェアトレイン、ラガーディア構想が2015年ニューヨーク州知事のアンドリューク・オモによって発表されている。ありがとうございます。